前回にちょっと話しました、芭蕉の連句の中でこの葛城山から来た行者の非常に背の高いちょっと異様な感じを与える修験者の源氏のこの部分がふっとこうさりげなく芭蕉の連句の中に出てくるところ、正確に引用しておきます。前のチョークがその人混みに諏訪の枠湯の諏訪の枠湯の夕まぐれ、諏訪ところ温泉がいっぱいあるところ、今でも7つぐらいそういう湧いているところがありますけれども、その人混みに諏訪の枠湯の夕まぐれで、それに芭蕉がタンクをつけるわけです。この頃は芭蕉は沖縄という今度は次のものがチョークをつけるわけです。言うことをただ一方へ落としけり珍石。この連句は全体36、非常によくできた芭蕉の連句の中でも優れた連句なんですけれども、その中でここの場面、それから恋の座、恋の気分をやはり3句ほど読むところが出てきますけれども、特にそこの部分が見事な連句なんですが、人混みに諏訪の枠湯の夕まぐれ、つまり色んな旅人が夕方その入れ湯に入ってきて、非常に混み合ってる雰囲気ですね。でいろんなことをこう口々に話し立ててるわけですけれども、中にも性の高き山伏、その中でこう同じようにして風呂場の中にいる、その中でズバーッと一人ずば抜けて背の高い、そしておそらく異形の人相をしている、見ただけで何か一癖も二癖もあるようなそういう男、そしてそれはこの頃しきりにその辺りを歩き回って、宗教的な山伏らしい、強引な布教をしている男ですね。藤沢周平の小説読んでご覧になっても分かるように、東北地方あるいはこんな信州なんかでもそうですが、あるいはまあ九州でも関西でもそれぞれ山伏の根拠地みたいなものがあって、東北だと羽黒山、関西だと大峰山、九州にも四国にもそういう山伏の根拠地の山があって、そういうところでどの程度修行してきたのかよく分かんないけども、俺は羽黒の山伏じゃとか言って村へやってきて、そして法力争いを仕掛けるわけですね。今までの村の社を受け持ってる神主なんかに法力ふっかけて、そして任して追い出したりするわけです。
僕の父親なんかも何度もやっぱり少しそういう悪い先達に法力ふっかけられて、こっちの方が法力が強いと向こうは引き下がっていくわけですけど、少しこいつ弱いと見ると傘にかかってこう法力をふっかけてくるわけで、しまいに父はパーッと机を飛び越えて組みついていくわけです。僕はもう子供の頃から父親のそばでそういうのをこう見てましたから、僕なんともないよって言うと、お前はもうこの位置に生まれついたものだから、ちゃんとお前には力が備わってるんだ、お前何にも感じないだろう、何にも感じないよ、俺にはビリビリくるんだっていうなんか電気みたいなもんですね、そう言われればなんか俺も法力あるんだなと思ったりして、それで神がかりした人をこう沈めてあげたりしてたわけですけど、まあこれはそういうその共同浴場みたいなところでひときわ抜きんでている山伏ですね、背が高いずば抜けてこうズボーンとこう背が高い、そしてそれがやはり異形の男で、なんか違う雰囲気持ってるわけですね。でそれを受けて親戚が言うことをただ一方へ落としけり、何でもこの自分の得意な方へ持っていくわけですね。そして論争に勝つわけでしょ。そして説得してしまうわけですね。そういうのが少なくとも江戸時代あたりまでなかなか大きな力を村々にの生活の中で持ってたわけですね。それとともに少なくとも芭蕉のこの中にも性の高き山伏というのは、この源氏物語のここの印象ですね。そしてそれはもう怨霊がついてるに違いないってことをここで源氏の巻の中でも言ってるわけです。この前にその芭蕉の前に人混みに諏訪の脇湯の夕まぐれという句を出してる曲水っていうのは菅沼曲水といって、近江の是々の藩士です、お侍で、これもなかなか気骨のある男で、芭蕉の俳諧の上では弟子ですけれども、芭蕉が近江へ来て行く春を近江の人と惜しみけるという句を読んだわけですね。そしたら曲水がいくら芭蕉先生の句でもあの句は良くない、行く年を丹波の人と惜しみけると言ったってそんなに変わりないじゃないかと言ったわけです。それが芭蕉の耳に聞こえてきて、そして芭蕉の非常に忠実な弟子で去来という向井去来、聞き書きを残していますから去来抄という書物になって残っているわけですけども、その去来がそばにいたときに、去来よ、お前はあの国に対する曲水の批判をどう思う、はい、あの句は芭蕉先生がこの伊賀へいらっしゃって伊賀の春を眼前にご覧になってお読みになった句ですから、曲水の非難は当たっておりません、お前は分かっとるな言って、一応こう褒めた、一応弟子の扱いうまいですよね、お前は分かっとる男だな、
しかしその次に一番肝心なことを言うわけです。個人もこの国の春を惜しむこと、おさおさ都の春に劣らざりし者を、これが要のことなんですね。昔の人もこの近江の春を惜しむこと、その近江の春を惜しむ心は決して都の春、あの知覧公望常なき都の春の哀れさに劣らなかったものだ。その芭蕉の心の中にまずあるのは柿の本の人丸の近江の荒れたる都をすぐる時の歌という、あの牧野一の29番の長歌ですね。あの終わりの大宮はここと聞けいえども、大殿はここと聞けども、春草の茂く置いたるなんとかの春日の切れる春の草がこの滅び果てた大津の都の後にぼうぼうと茂っている、その上に春の日がのんびりと何事もなかったように照っている。しかしここで近江の大津の宮が滅ぼされていった悲劇があったわけ。あの柏原の宮の身代の家次々に雨の下しろしめししよう、いかさまに思うしめせか甘さかるひなにはあれど、いわば知る近江の国のささなみの大津の宮に都をお移しになって、そして近江の大津の宮として天智天皇が都をお定めになった。しかしそれもわずかな年数でたちまち廃墟になってしまって、そして今こうしてぼうぼうと春日の下で草が生い茂っているではないかという。そしてまた別のところで、近江の海夕波千鳥、長なけば心も死のに古へ思ほゆというふうに嘆いているわけですよね。その印象がやはり芭蕉は源氏物語だけじゃなくって、万葉集なんかも読み込んでいたわけですね。で、行く春を近江の人と惜しみけるという句が、そういう心の中から出てきているわけで、それを門弟の曲水は全然わからなかった。だから行く年を丹波の人と惜しみけると言ったって同じじゃないかというふうな言い方をするわけですね。僕が敗戦の翌年どうにも静まらない気持ちを静めてもらったのも、やっぱりあの二度目の旅、一度目の旅はたびたび言いましたように伊勢志摩熊野を歩いて熊野の本宮まで行ったわけですが、でいくらか、まあ、あの敗戦直後の気持ちが静まった。でもそれでも足りなくて、で翌年の春大和から飛鳥を歩いて山城を突き抜けて大阪峠から琵琶湖の方へ下っていったわけです。そしたら道端に歌碑があって、さざ波や滋賀の都はあれにしよう、昔ながらの山桜かな、源氏に押されて都にもいられなくなって都落ちしていった後、一の谷の戦でいち早く関東武者に殺されてしまった薩摩の神忠則、平の忠則の
残していった歌ですね。もう一つ有名なのは、雪暮れてこの下影を宿とせば、花や今宵の主ならまし。これが春贅が世が平和になった後に直線集を編纂した時に、読み人知らずということで忠則のこの歌を直線集に入れてやったわけです。敗軍の将ですから名前を出すことはできない、読み人知らずということで、でもこの歌が入っているわけですね。まあそういう伝統、やっぱり場所っていうのはちゃんとここ心にこう畳み込んでいる、そういうところが芭蕉の才能と相まって画期的な、やはり文学の俳諧における盛り上がりを築き上げているわけですね。芭蕉以前の連歌詩なんかが源氏をよく読み込んでいたのも、連歌っていうのは共同制作をするわけです。そして前のものがどんな句を出すかっていうのは出てみなければ分かんない。それにまたそんなに長い時間考えていないで、その場で即興で次の句を出さなきゃなんない。五七五七七いう形でずっと続けていくわけですから、連歌の場合はもっと歌仙という俳諧よりも数が多くって50句100句と連ねていくわけですね。後鳥羽なんかはもうしきりにこの連歌をやられたわけで、その連歌の技量っていうのがまた短歌の上に影響してくるわけです。まあ、ちょっと源氏の周辺のことですけれども、そのことこの前ちょっと言ったからここで補っておきます。若菜の下の気分を引き継いで、この柏木の巻っていうのも非常に濃密な巻です。この前やったところ、さらに今日のところ大変気分の濃密なところですが、